はい、ユーフレット公式動画チャンネルをご覧の皆さん、今回はダオコさんと米津玄師さんの打ち上げ花火の解説をしたいと思います。メロディーもコードもすごい美しい楽曲なので、皆さんぜひ挑戦してみてください。はい、じゃあ実際の楽曲の中のコードをどんどん解説していきたいと思います。まず最初にですね、この楽曲は過去4フレットをおすすめします。U フレット開いた時に最初からその設定になっていると思うので、ぜひ試してみてください。ここにつけると開放弦が多くなるので弾きやすくなります。原曲はですね、半音下げで弾かれている可能性もあるので、半音下げに切り替える機能もあるので、両方試してみて弾きやすい方にしてみてください。今回は過去4設定です。まず最初のコードが G です。あの君は渡した渚を、ここですね。カポをつけてると、カポをつけてるとこを0と数えるので、0、1、2、3、6弦の3フレットスタートと思ってください。比較的開放弦が多めなので押さえやすいかなと思います。こういう押さえ方もできるんですけど、次 C に行ったりとかするときにこの方が便利なので、この押さえ方で覚えてください。次が A です。一応バレエコードの一種なんですかね。人差し指で4、3、2弦をベタッとこう押さえます。こう指全体を使う感じですね。で、少し根元を浮かしてあげて1弦を開放弦で鳴らしてあげます。で、5弦から弾いてあげる。1弦開放弦鳴らすのが実は地味に難しいので、最初はこうペコペコ言ってしまっても他の音が鳴ってれば問題ないので、長い目で見てこう反らせるようになってください。で、次が Bm です。これもバレエコードなんですけど、実質バレエの部分というのは5弦と1弦だけなので、5、4、3、2とちゃんと押さえられる箇所っていうのをしっかり押さえれば、コードとして問題なく機能すると思います。まずはそこを優先で押さえてください。で、次はもう一回 A ですね。で、後半も前半は一緒ですね。思い出すんだ。で、ここが A ではなく今度は D に変わります。これも4弦開放弦からで比較的押さえやすいコードになります。で、コツというか注意すべき点は、6弦5弦が、使わないので、親指でこう回してあげて触れていることでミュートができるので、ストロークとかでだいぶ差が出てきます。回りきらないという方も多いと思うので、6弦を触れているだけでもだいぶ違うので、ちょっと頑張ってみてください。でですね、今出てきたコードで、ほとんどサビまでいけてしまいます。で、一回通してサビまでいきたいんですけど、その前にこの曲の重要なポイントというか、そうですね、他の楽曲と違うぞというポイントがあって、それはストロークパターンというよりもむしろ曲のリズムパターンですね。それがちょっと特徴的で、ワン・ツー・スリー・フォー・ンチャン、ワン・ツー・スリー・フォー・ンチャン、ワン・ツー・スリー・フォー・ンチャン、ワン・ツー・スリー・フォー・という感じになります。通常であれば8分音符4回弾いたらコードが変わっていくこの感覚だとなんですけど、あの日もちろんこれでも問題ないんですけど、少しそこにトリックがあって、リズムトリックでこう、なんていうんですかね、ノリが出てきたりとか、少しこう印象的な部分が作れてきたりしています。これをこういう感じで、あの日に渡した渚を今も思い出すんだというのがこの曲の基本のリズムになっています。もちろんオルタネイトで、そうやっても大丈夫です。ただダウンアップだと少しテンポが遅いので、逆にやりづらくなってしまうかもしれないです。基本的にはダウンだけを、粒が揃いやすいのでおすすめします。でですね、これもストローク全般で、言えることなんですけど、まず口で言えるようになった方が圧倒的に覚えるのが早いです。このパターンだと、ジャン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 、まずこのパターンを口で言えるようになってください。そうすると、口で言えるってことっていうのは頭で理解しているということなので、右手がだんだんついてくるようになってくると思います。逆に口で言えない、頭で理解できていない状態で右手がついてくるというのはなかなか難しいと思うので、まず口で言えるようになってください。少し難しい方は省略して、右手は弾かずにカウン
1回で止めてもう1回2回だけで1小節が済むので比較的先ほどのパターンよりは簡単かなと思います。じゃあ今のパターンを頭に入れていただきながらちょっと聞いてください。サビまでいきます。あの日は明日の朝を音がこういう方でもいいかもしれないですね。砂の上に刻んだ言葉君の白姿この辺から盛り上がってくるので僕は趣味ですね。右手で止めてあげる。過ぎてゆく。パッとでここでブレイクしてサビに入るとよりこうサビに入った感が出るので、ぜひこう試してみてください。でここからサビですね。サビも実はコードが1箇所増えるだけで今まで出てきたコードのおさらいという形になります。パッと光って咲いた花火を見ていた。この F シャープマイナー7が新しく出てきます。この曲の中で押さえるのが一番難しいかもしれないです。久しぶりで全部6弦から1弦まで押さえるバレエコードです。いわゆる F なんかの F のような形ですね。これはバレエコードをこう解説するときによく言うんですけど、人差し指をこうカポだと思ってください。こいつですね。これと同じ原理なので、このバレエコードの人差し指というのは人差し指と親指でこう挟み込む。なので真裏、まあ指の形によってこう安定する場所が違うので、それはちょっと探していただきたいんですけど、真裏が一応おすすめです。で、挟み込む、もうこの力ですね。それに薬指で音源を弾く。で、F シャープマイナー7です。この挟み込む力っていうのは日常生活でほぼほぼ使わないので、これはもうギターを弾いて鍛えていくしかないので、徐々に全部鳴るように、特訓をしてみてください。で、サビいきますね。と光って咲いた花火を見ていた。きっとまだ終わらない夏が曖昧なものを動かして繋いだ。この夜が続いて欲しかった。最後だけ欲しかった。言葉に合わせて移動するので、ここはちょっとコードチェンジが早いので、反復練習が必要だと思います。で、模範演奏でやってる少し難しいストロークパターン、これはなんか参考になればというか、やりたいなと思ったらコメントいただければまた解説するので、そういうパターンちょっと紹介しますね。パッと光って簡単です。どちらかというとカッティングに近くなってしまうんですけど、弾き語り一人でリズムも出してこうサビっぽい盛り上がりを出そうとすると、こういうパターンもいいんじゃないかなと思います。難しい箇所っていうのはやっぱりバレエコードとどうしても指の力がいるものになってくるんですけど、これは長い目で見て弾けるようになれば問題ないので、少しずつ練習してみてください。はい、今回のおさらいとして1番を演奏したいと思います。先ほど紹介したパターンに加えて、少し難しいパターンとアルペジオ等も入れてみるので、ぜひ参考にしてみてください。あの日見渡した渚を今も思い出すんだ。Don't
シャープマイナー7と難しいバレエコードもありますが、そのあたりも重点的に練習してみて、この楽曲を弾いてみてください。